俺には近づかないでください。俺からこれぐらいは手が出ますので、あまり本当にこれ以上近寄らないで、その冬の寒さを、この雪の状態ですね、初めての雪ですので、大丈夫かどうかって心配でしたけれども、こちらの心配も何のそのといい、毎日真っ白になって遊んでいますので、手前向かって左側がハッピーで、奥がハッピー、もうあとそうですね、半年ぐらいですね、多分夏休み過ぎたあたり、5月10月ぐらいには引っ越しをするのかな。多分、できるんであれば、その麻酔を使わずに、どうせ、これに閉まっての移動したり。大きさと顔の形と体の形がやや大畑に似ていることかな、犬に似ていることが、そのドッグミラーというふうにも呼ばれる。で、実際その割と人に作る子なんで、まあ幼少期、大体生後、まあ1ヶ月ぐらいから大体2、3歳まで、まあそれは現地の方々、そのたまに迷子になる子熊を連れてきて家に座ってるんです。ペットとして飼ってる。で、大きくなると手に負えなくなるので山に放す。まあ、それが逆にその人慣れしている熊になってしまうので、逆にその山の方で問題を起こしてしまうこともあるんですけど、まあ、それぐらいその人がつくい。そうですね、なかなか器用に集めてもらってくるから持ってきてくれて食べる。でももともとその舐め取って食べる、長い舌を使って舐め取って食べるので、ペレットとかも噛んでは吐き出して粉々にしたのを舐め取って食べる。で、水分を少し含ましてまた出す。で、ほんと柔らかいその団子状にしたものを食べる。まあ、たまにその集めすぎて出してしまう。